皆さまこんにちは山本文子ですお元気でお過ごしでしょうかどこかが痛かったりちょっと調子悪いということがあってもことことラジオを聞いてくださってちょっと気持ちを持ち上げていただけたらと思います私はですね、えっと、昨日は田植えをしていました 全部で、えー、っと12たンくらいの田んぼがありまして、えー、6月の初めにはそこに麦が植わっていましたので麦刈りをしてそして昨日ようよう2枚目の田んぼの田植えが終わったところです。あの二毛作なんですけれども一番 なんといいうかこう慌ただしい6月ですあの皆さんの地方では皆さんの地域ではもうゴールデンウィークの頃に田植えしましたというような方も多いと思うんですけれども私の住んでいる熊谷は荒川から水をもらうんですけれども最後にもらえる地域なので6月。 ずいぶん遅い田植えとなりますいろいろなことがありますけれども一番嬉しかったのは田植えしている最中に、えー、カモがにはやってきてくれて、えー、音を立てて田植え機が回っているのにその横で済まして泳いでいてくれるそういう光景を見ましたそれから田植えをしているとあの旗を通っていく小中学生が みんんなあの挨拶をしてくれるんです「こんにちは」とか「おはようございます」とかちょっと嬉しくてもともとその夫の実家が米農家だったんですけれどもその夫の父曰く自分の人生で40回ちょっと田植えをしたけれど。 もう今年はうまくいった順調だった出来も良かったという年は一回もなかったという話を聞きましたいつも何か起こったり不具合があったり思いがけないことがね降りかかったりしてヒヤヒヤしたりどうしたもんだろうと考え込んだりもう本当にそれは毎年勉強なんだよ っていうようなことをあのつぶやいていたのを今私は実感としてそれを受け止めていますでもこれは農業だけではなくてどんなこともそうですよねもう順調でうまくいっちゃったよっていうようなことなんかほぼなくて生きている間ずっと勉強が続くんだなってあの思えるようになっていますごめんなさい長く 私の百姓話を聞いていただきました始めましょうはい皆様こんにちは春めく山本先生のエッセイ講座担当の島中コスモですさて山本先生の通信性エッセイ講座第8期3回目のことことラジオを始めます今回も講座の参加者から寄せられたご質問に答えながらエッセイの書き方を一緒に学んでいきたいと思いますそれでは先生 どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速皆様からいただいた質問やお悩みにお答えしたいと思います。今回皆様にお書きいただいたテーマは反面教師。というものでしたが、先生まず皆様の作品をお読みにの、お読みになったご感想を。いただけますでしょうか、はい。あの。なんて難しい厄介な。 課題を出してしまったんだろうということをまず思いました毎回そうだけどずいぶん悩ませてしまいましたごめんなさい、えー、そうですねえっとどこに反面教師っていう存在を立てるかっていうことに一番苦心されたんじゃないかなと思いますあのきっぱりね自分が反面教師になるっていうことを 描き切った方があまりなくてあのでもねそ,うそれがねい潔い,いなと思う作品一つ選んであの発表させていただきますけれども皆さんねやっぱりちょっとその自分にとっての反面教師っていうことを描こうとされたのでいつもより少しねなんというか。 何と言ったらいいんでしょうねちょっと暗いとか寂しいとか辛いとか黒いとかそういう感じでした、はい、でもいいかなたまにはとも思ったんですけれども 悩ませてしまったことは謝りたいと思います <laughs> はい、えー、確かに今回ですねやはりこうある意味少しネガティブとも取れるテーマだったので引っ張られてしまいましたですとか、うんうん、テーマにな悩んだという声をいくつかいただいております,す、ね、はい、そちらの声もご紹介したいと思います、えー、こまず陽子さんからいただいた、えー、お便りなんですけれども 反面教師というと悪い見本となる人物や事柄を批判してしまいがちで難しいです。その人や事柄を批判せずにエッセイを書くコツを教えてください。また、恵子さんからはどうも批判が主となりがちで迷いました。お店の人の態度について一つ書いたものの今流行りのカスハラになってはいけないと取りやめました。京子さんから 今回は一つ間違えると他人の批判につながりそうで難しいタイトルでしたなどなどいただいておりますはいあのそうなんですそうなんですけれどもあの洋子さんのその問いかけに批判にならない書き方のコツっていう言葉がありましたけれども コツはないんですよね。ただ、作品に人の批判は書かない。えー、っと、人にされて嫌だったことを延々と書かないっていうことは、あの、書き手の姿勢としてやはり大事だと思います。何かの時に、そのやりとりをあの書くとしても書き方がある。だから、大体においては、 批判人の批判は書かないで決心することがまず大事かなと思いますね。だって、書き始めたらキリがないもんね。そうですね。書きたくなっちゃう時もあるしね。それね、ご家族のことでもね。そうなんですよね。あの。批判的なことを書いたとしても、それだけで済まさないっていう見方がやっぱりこう備わっているといい。な というのが私の感想なんですよねだからやっぱり、えーうん、あからさまな批判は書かないって決めているっていうことが大事じゃないかな、うん、と思いますそしてね、はい ななんか批判みたいいことを書,いたし書いてしまったとするでしょ、まあうまく書ければそれをこう面白く読めたり人の参考になるような書き方ができればまた話は別なんですけれどもなんだかさ暗い暗い批判の文章が続いたとしてでも批判された相手は同じ場面でつまりこの作品の中であの言い訳も 実はこうだったんですっていうこともできないわけですよね。はい。それも考えておく必要がありますよね。何かやり取りがあったりすれば少し発展的な方に向かっていけるけれども、うん。言い訳も説明もできない相手を足様に言うっていうことは私はしないでおきたいで私自身は決心しています。 ありがとうございます。ちなみにことことラジオ第7期の1回目のことことラジオで、うん、先生がおっしゃっていた言葉として、うん、エッセイを書くときは機嫌よくそして丁寧にというものが言葉がありました。はい。機嫌よく書く抜粋いたします。機嫌よく書くというのは気楽にノンキなことを書きましょうという勧めではありません。 時に難しいテーマに挑戦したり長く自分の中で温めてきた考えを綴ったりそんな時こそ心穏やかに冷静に少し柔らかい気持ちで作品に向かいましょうという言葉があったと思うんですけれどもそちらともまたちょっと通じるところがあるのかなとそうでそう,そうあのやっぱり深呼吸して機嫌よくって思って書くのがいいと思います。 機嫌よくく人の悪口書くとかないもんねあんねあまりそうですね。そしてねうーんなんだかそういうことを書きたくなるようなこともあるとしてもちょっとひねってみるとかそれをそのまま書くんではなくてなんか違う風に捉えてみるっていうこともしてみるといいんじゃないかと思います。 ありがとうございますテーマの捉え方というところにおきましてはあの他の参加者の方からヒントになるかもしれないというお便りをいただきましたのでこちらで合わせてご紹介いたしますりかさんからいただきましたこんにちは昨年まではテーマについて何度もよく考えて書き直しをしていましたが今年は3週間ほど テーマについて頭の中でずっと考えて何を書こうかと考えていますそして一気にノートに下書きをしますそれから直したりしながら聖書ですその方が重く真剣になりがちな私には良いみたいですといただきましたうもう一つお便りをご紹介いたします熊地さんからいただいたお便りですテーマにこだわっているとなかなか思い浮かばないのですが 自分が今何を書きたいのか考えているとふっと浮かんできてそのテーマに沿っていることに気がつきます。視野を広くするのが大切なのですねといただきました。あ、これわかります。お二人ともわかります。あのテーマのことをずっと考えていてもあのそのテーマに。 ふさわしいことが書けるかどうかっていうのはなんか保証もないしただちょっと考えてこう胸の中で揺すっているとなんだかねこんなことが起こるんですよ。ふっと書きたいこととそのテーマがつながるっていうようなことが。だからやっぱりこうなんか胸の中で揺すってるっていうのいいかもしれませんね。えらいですね。3週間ほどずっと頭の中で、うん テーマにについててて考えてそして一気に下書きですよ、ね、でもそういうことって分かる気がする作品ああこの方はこういうふうに考えてて長く考えてここにたどり着いたんだなとか、うんうん、全然当たってないかもしれないけど <laughs> 皆さんそうですよ皆さんすごく一生懸命考えておられるけど、はいはい、でもねどっかにねあっ ここに突き当たったのね、これを発見したのねっていうね軽やかな地点を見ることがありますね。ですから考えていることは大切だけどどこからなんだかうまいことがやってくるとかあの描きたいこととそのテーマがこうちょっと出会うとかさそういうなんか奇跡的なことも信じていいんじゃない。はいありがとうございます。と思います。 ははいいいいありがとうごござままししたたで続て紹介す文章を書こうとするとつい思い出話になりがちです。今現在の話はまとまらずはっとしたことやひらめいたことをメモしても文章にまとめることは難しいです。調べたことも取ってつけたようになってしまいますということでした。 そうですね、思い出話になりがちっていうところにしばらくいてもいいんじゃないですか今ちょっとそういうシーズンっていうふうに思って現在の話もきっとあのうまく書けるようになると思います。と書かれるのはそうですね。 やっぱり少しあの自分の機嫌がというか自分の機嫌を取,っ取れてないからかもしれないです。うん、なんかやっぱりねあの文章にまとめることは難しいですって言って机に向かってるとね文章にまとめるのは難しいですの状況になるのよ。うん なんとなく私このことが気になってしょうがないこんなことがあったからこれ書きたいと思ったらあまりその結論は作らずあと行く先も見ずちょっと書いてみるとねあこんな方行くのかっていうような目に合うと思うんですよね私時々あるんですよねそういう多分この事柄はこういう感じの あの結びに向かっていくだろうって思っても全然違う方行ってでもそれがかえって面白いっていうこともあったりあとね誰もね結論とかあの素晴らしいオチとか結びに行くことを期待してないの読む人は書く人だけがそこのこと一生懸命考えているので。 なるほどそう思わないあ,あの、はい、つまりなんかすごくこうかっこよくこの思想にこの事柄を結びつけたいなんて思ってるとちょっと力みすぎててあの文章って不思議でやっぱり生き物なので自分が動いていくところもあるのでえっ、ー、と動かしてやるといいと思う並んで歩くというか。あの 多分ねもうできてらっしゃるふみこさんはあのいいんですよ取ってつけたようになったってなんだってでもその書きたいと思ったことはどんな方に行くかわからなくても書いてみたらどうと思うんですありがとうございますその結論ありきというか <laughs> 結末ありきではなくても 意外とまそしてほら大体私切りっぱなしっていうのが好きだしね終わりまとめないっていうことをおすすめしたりしているのでそんな書き方をしなくてもいいけれども今分かっているのはここまで続くっていうような書き終わり方でも全然構わないと思うので。 なんだか気になって仕方のないことっていうのをただただ書いてみるのも面白いと思いますよ面白い方向に進むと思いますよありがとうございますちなみにこの講座では作品は800字から1000字でお書きくださいとお願いしているんですけれども、うんはい、このように頭の中でまとまっているわけではないがまずは筆を取ってという場合は、えー、字数は意識せずにわーっと書いてその後 削るまとめるという方順番がいいのでしょうか。うん。だから一回書いてみて音読する。はい。でいてて邪魔なものを削る。はい。そして足りないところを足す。で割とその削るのが苦手な人と足すのが苦手な人と分かれるんですよね。自分のテーマはか削るだなとか。 あ自分のテーマは説明不足を足すことだなとかっていうことは少しもう分かっておられると思うのであのー、音読するときは完全に読み手の気持ちになって音読したらいいと思いますうん見えてくると思いますありがとうございますぜひご参考になさってください、はい、では続いてご紹介いたします節子さんからいただきました何度聖書しても新しい考えが出てきてよし とならず締め切りを過ぎてしまいます。何度も書き直して書き直したり書き足したりしてしまうということでしょうか。う先生はちなみによしとなるまでにどれくらいの時間がよしって何よしとなりますか。あもうこれで完璧まあ、完璧というか完成と思って筆を置きますか。うんと、うんうん、ですねあのえっとまあちょっと自分の状況を言わせていただくと。はい。 ほぼ毎日締め切りがあるんですよなのである程度「よし」っていうところまでは書いてるつもりですけれどもなんだかふんにゃりしてるなっていう時もあったりするんですけど <laughs>、はい、でも「あのうん、よし」ってそこまで「よし」じゃなくてもあのただ「あの。 私は何て言うかこうた頼まれた仕事で自分が何を求められているかっていうことは考えるのでそそここと良ししがががっててるのででででクリアできてればもう一応何でも良しですあの皆さんも「良し」っていうレベルをそんなにハードル高く上げずに意外とこう優しい感じでいいじゃないっていうようなところを「良し」ってするのもいいと思うんだけど。 それにねもしほら新しい考えが出てきたらその考えについてもまたどっかに書いといて別の作品にすればいいっていうくらいに思ったらどうあそうですね、うん、また次の作品のためになるということですよね。たくさん書くのがいいと思うので、はい、あの今のしシーズンは皆さんですから「よし」のハードルをあまり高くしないっていうのをお答えとしたいかな。はい よしのハードルをあまり高くしない、うん、新しく浮かんできたものは次の作品にすることも検討するそうそうそうなんかいいじゃないってちょっと言ってあげたらどう自分の書いてることを批判すると意外とね「うん、機嫌損れますよ<ー>書いてることが、はい、そ,そうですか?」なんて言って <laughs> なので, <laughs> で、ね、ちょっとおい、はい、これいいと思ったけどだからそうするとね あのあちょっとここまで戻ってここからちょっとやり直そうって思う落ち点も見えたりするんですよ。なんかさ結論つけようとするとあのちょっとさなんだか自分が思ってたことと違う硬い感じあとさっきどなたかが言ってらしたじゃないあの取ってつけたようにじゃ言ってなかったなんだったっけ あのあえー、っと芙子さんからいただいた調べたことも取ってつけたりしてしまいます。そんなふうになっても全然構わないんですけれどもそれじゃないふうにいきたいっていうことだったら、えー、っとあこ,こ,この地点に戻ってここからちょっと取ってつけた方向に進んでるからここに戻ってちょっと、えー、もう少ししばらく観察とスケッチにしようとかさ、うん、そういうことはあるような気がします。 ありがとうございますぜひご参考になさってくださいでは続いてご紹介いたしますなおこさんからいただきましたエッセイに取り組む時間がだんだん自分の心の癒しになったり楽しみになったりしてとても大切なリフレッシュの時間になりつつあります質問です日記は毎日書けるのにエッセイはまだまだ時間がかかります 何か習慣づける方法などありますでしょうかといただきました。いかがでしょうか。えっと日記をエッセイだと思って書けばいいんじゃないですか。<laughs> 短いエッセイのような気持ちで書く、うん、日記という形ですか。人エッセイってどこが違うんだろうね。<laughs> まあちょっとほらあのちょっと極端な言い方かもしれないけれどもあのー、読者ありきの日記を書いていけばいいんじゃないかなと思うんですよね。 どういう日記とエッセイとどういう位置づけなんだろうなおこさんにとって、でもエッセイに取り組む時間がだんだん心の癒しになったり楽しみになったり、そして大切なリフレッシュの時間っていうことでしょう。なんていいんでしょう。嬉しいね。そうですね。私これ聞くと本当に毎回泣きそうになる。はい、ありがとうなおこさん。あの日記もね。 エッセイだと思って書くといいですよ。はい、そうするとね、日記を読み返すの楽しくなると思います。日記を書くときもそのまあ、架空の読者をちょっと意識しながら書くというようなことですか。架空の読者っていうか、はい、あのー、自分にしかわからないことを自分にしかわからない書き方で書くんではなくて、ちゃんとその自分という人とも距離を置くし、自分の日常っていうことも離れて観察するような視点を持てば。 そうなると思うんですけどどうそうですねコスモサってはい日記つけてるあはい、はいあはい、私もあの連短い十年連用にか三行くらいしか書けないんですけどはいつけておりますそれ見せてって言ったら嫌でしょう、ね、そうですねでもあの見られて困ることは書かないようにそれそれ私それとってもいいと思うはい。 だから見られて困ることはあだから見せてねとか言わないよ <laughs> でも、はい、あの見られて困る日記は書かないことにするっていうのも一つの道です私は自分がどんなものを書くにしても見られて困るものは書かないことにしていますだからそこに未来の自分っていうものも入ってきてさそうですね未来の自分を読み返したときに、はい なんかあの「いいのよバカじゃないの」っていうぐらいのことはいいんだけどさっきの話にも通じるんだけれどもこんなに人のことを批判してるけど自分はどうなのなんて未来のの自分がが悲しく思っちゃうようよななことは書かかい,いいい方も、うん、そうですねうん、うん、あの自分の話になってしまって大変恐縮なんですけれども。 日記は長くつけてるんですけれども少し前までは連用ではなくて本当に手帳を一冊持ち歩いて書きたいものだけ書いて特にこの戻ってこないというかうん、うん、書いてにノートがいっぱいになったらそのまま押し入れにっていう感じだったんですけど連用日記になってからは毎年毎年読み返すことになるので少しこの未来の自分に、まあ、伝わるような表現というのもそうですし、ねうん、未来の自分が先ほど先生もおっしゃってたように悲しくならない、うん。 楽しそうに生きてるなって未来に思ってもらえるようなのをなんとなく意識しながら書くようになっていて、うん、それもまたそ<う>あのいいなのいやとんでもない私もすごく憧れるけど、うん、ああの私は、ね、2023年からあそもそも2005年から毎週火曜日に自分のブログを 更新してるんですけれども、はい。2023年からね日記風に書くことにしたの。だからそれもちょっと参考にしていただいたらいいかもしれないです。ありがとうございます。はい。再生画面の下の方に先生のブログのリンクを貼ってあ、そうですね。はい。こんなんでいいかって思うと思います。あ、そうですか。うん。私はあの毎週楽しみに。はい。ではあの画面の下の方にですね、もしくは YouTube の方は概要欄にリンクを貼りますので、ぜひご覧ください。 では続いてご紹介いたします。優子さんからいただきました。なれるというテーマについていただいたお便りです。はいはいえー、この講座では毎月ですね、参加者の皆様には先生からお手紙をあのお送りしているんですけれども、その内容に触れているので一部ご紹介しながら触れながらご紹介したいと思います。 第7期最後の先生のお手紙の中で「こなれる」ということについて書いていました先生のお手紙の内容を一部抜粋してご紹介いたします「こなれる」というのはどういうことか辞書を引きますと「熟する」の「熟」という漢字で表されています「売れる」という意味ですね砕けて粉になる細かくなる熟して味が良くなるのほか 消化することになれる角が取れる巧みになるなどの誤釈もあります誤釈の一つである慣れるについて取り上げてみましょう熟練の意味がある一方ここには馴染んで打ち解けすぎる新鮮でなくなるというニュアンスも少なからず存在します 講座に参加する皆さんが文章を書くことに慣れていくのを嬉しく、頼もしく眺めながら、それでもどうか慣れすぎないでください。ましと願わずにいられないのはそこです。というようなお便り、あの先生からのお手紙をいただいております。なんかわかるようでわからないこと書いてるね。<laughs> うん、でもね、あまあ、はい、何度書いてもこう書くね、私は。うん、きっとね。 はい、うん、あのーはい、でもね。やっぱりね。書き慣れるっていう意味では、本当にあの書くことと近くなっていくっていう。慣れは必要だと思うんですね。どなたかがあのー、私はどんな風にネ,ネタをつかむんですか？とかって聞いてくださったけど、私は毎日毎日。毎週。毎週もしかしたら書きながら。日を送ってるかもしれない。だから田んぼの中に足をつけながらもちょっと。 書いてる感じうんあのか別に本当にちゃんと文章とし,してるわけじゃないけれども書くとしたらっていう意識は常に持ってるような気もしてんか人と話す時もちょっと書きながら点を打ったり丸をつけたりしながら話したりすることもある。ああなるほどだからね そういうい意味では、ね、慣,れ慣れたらいいと思うんですよそういう形になっていくっていうのは一つ面白くもあるので、はい、でもあの慣れすぎないでほしいっていう方の慣れはねやっぱり新鮮さでしょうね書くことの喜びっていうものを、うん、あの常に持とうとすることもとても大切だしよく皆さんがあの一月かけてまた悩みますみたいなことを 伝えてくだださるんだけれども悩まないでほしいなって思ったりやっぱり書くことの面白みさっきあのフレッシュって言ってくださったけどフレッシュであろうとすることってやっぱりあの自分の意識ですからそういう意味でそのやれやれ書かなくちゃっていう方の慣れはちょっといただけないかなと思います。 ありがとうございます今もうお答えになっているような気がするのですが一応あの優子さんからいただいたご質問文をお読みいたします私の文章が慣れているのか慣れすぎているのか自分では全く不明です何をどう注意すればいいのでしょうか教えてくださいとのことなんですがやはり今おっしゃったいただいたようにう、ね、はい。でもねあのずっと書いてきた方であっても ここまで本腰入れてエッセイ随筆を書くっていうことはあまりなかったことだと思うのでまだ慣れてはいないと思うし、えー、こういう気持ちを持つっていうことはあのとても新鮮だっていう証拠なんですよ。うん、ですからあのいいです課題なんか無視して。あのなんかわざわざ例えば今回の反面教師っていう言葉を。 入れようとするくらいなら、あのー、今回全然反面教師にならなかったっていう方がいいかも。あ、はい。もちろん皆さん思ってると思うのよ、反面教師ってなんだろうって思ったりしてるんだけれども、ならなかったらならなかったでいいですよ。うん。あのそんな感じです。はい、ありがとうございます。 少しあの横道にそれるんですけれども「うん、慣れる」というテーマでちょっと素敵だなと思ったお便りがあったので一つご紹介したいと思います。はい、えっとですね雅子さんからいただいたお便りなんですけれども「えー、エッセイ講座第5期」の時に始めたあのパソコンがようやく打てるようになりました。 まままままだだだだ未熟でで思うようううよに表現括弧記号などどががききせせんがどうぞおお許ししくださいませといいと便りをいただきましたこの講座では原稿は手書きでもあのメールでもワードでもあの好きなようにお出しくださいとお伝えしているんですけれどもそれこそ第5期の頃でしょうか先生がこれを機にパソコンですとかワープロを始めてみるのもまた一つの学びなのではないですかというようなお話をされていたと思うんですね。 なので、ちょうどその頃に始められたということなんですけれども。素敵ですね。これはぜひあのご紹介したいと思って。本当、はい、私もなんかそういうお話ししたい。でもない。<laughs> これからです。<laughs> そうですね。はい。ありがとうございます。あの、でも、記号のこととか、何かあの、あったら、あの、私はその。別にパソコンの専門家ではないですけれども。こういうのはそうですよとかっていうようなことぐらいは。お伝えできるかもしれないので。 欄外に書いてくださってもいいですし、どうぞどうぞ聞いてください。はい、はい、ぜひ。あ、ですとかあと原稿はパソコンで書いて、うん、ルビは手書きでですとか、そう,いったことそうですね。はい、うん。あとね、えー、っとカッコしてルビー入れるっていう手もあるんですよ。特に横書きの場合なんか。あ、はい。ですからそれも私拾えますので、後からつけてくださってもいいし。はい。 あのカッコで後ろにつけてくださっても何でも大丈夫ですはい。あとね一つ私じゃその決まりっていうかそうした方がいいんじゃないかって思うことをお伝えしますはい。お願いしますクエッションマークあとびっくりマークの後一マス開けましょうそれねその方が綺麗だしあの読みやすいのでこの間ほらカッコの 開業の点付きの話をしたんですけれども、今日はクエッションマーク、びっくりマークの後一マス開けるっていうこと。はい、それからあのカギカッコのことなんですけれども、えー、っと二重カッコはえー、っと会話の中のカッコ、会話の中にカッコを入れるかあのカギカッコを入れるときはえー、っと二重カッコになるんです。 はい、何言ってるかかかりますかそして、えー、っとに外に出ている時普通に書いている時の二重括弧は本の署名だけです。ですからあのなんか強調したいために突然二重括弧を使われる方があるんですけれどもそれはあのしない方がいいと思います。何でもいいって言いながらねそういうことはねちょっと抑えた方がいいかなと思うので二重括弧は 署名だけ私ねね出版社時代映画も二重括弧に入れなかったのはいいいです私映画も二重括に入れたわっていうくらいのことはあってもいいんですけれどもですから書籍になったのではない一つの作品だから一つのエッセーみたいなものはね大は一重括弧。 短編とかね小説でも短編とかその短編とかがいっぱい入った一冊になった時は二題、はい、名は、はい、ありがとうございます、はい、ずっと直してきたんですけれども青ペン入れてきたんですけれども改めてお伝えいただいたということで「うんはい、ありがとうございます」えー「一つがはてなまクエスチョンマークやビックリマークのあとはひとま開ける」はい。はい でそのにか鍵括弧のことについてちょっと迷われて何それって今思われて分かりにくいわねって思われている方はえっとしばらくずっと青ペンで入れさせていただきますのでするとああそういうことでお分かりになると思うので注意深く見てくださいと申し上げておきますはい、はい、ありがとうございます、はい、一度まとめておきますと、えー、基本二重括弧を使う場合は鍵括弧の中に鍵括弧が入る場合 もしくは単体で使うときは署名本になっている署名の時だけ、はい、エッセイのタイトルなどを書くときは一重括弧でお願いいたしますということでした、はい、ありがとうございますではここからは質問ではなくあのお便りお手紙先生のメッセージをご紹介したいと思います、はい、ちさ子さんからいただきましたはい。ことことラジオを楽しく拝聴していますありがとうございます 前回のラジオで日記のことが話題になっていました私も書いています3年日記を2回過去6年分続けていましたが今年から10年日記にしました3年日記には自分の気持ちとか心の動きも書いていたのですが10年日記は3行ほどなので私の生活の記録のようなものです気持ちを書いたとしても嬉しい、良かった、楽しかったくらいのもの これは私がが亡くなったた。後、家族が読んでももいいものにしましま定年退職後、まだ少しだけ仕事は続けていますが、時間の余裕もあり、体力、気力もまだあるうちに、今までやりたくてできなかったことは何でもしてみたいと動き回っています。 仕事も楽しかったのですが、今の仕事もすごく楽しい、今の生活もすごく楽しいので、10年という長いスパンで自分の歩みを記録してみたいと思い、10年日記に変えました。来年の今頃、エッセイ講座、山本先生が添削した作品が届いた。先生の一言が嬉しいと書いた日記を読み返していると思います。というお便りをいただきました。ありがとうございます。はい、あのいいですね、とっても。 あのなんかその山本の書いた何かを書いとけばもっといいんじゃないですか添削した作品がっていうことよりも山本がこんなことを書いてるっていう方が面白いかも。うん、かそれから、はい、嬉しい楽しいよかったっていう言葉も使ってはダメということではないですけれども。 自分が観察して書いたことが「嬉しい」を表し「良かった」を描き「楽しかった」を表現するっていうことが実は書くということなので日記もあんまり「嬉しい」「良かった」「楽しかった」だけではなくてあの事柄をただ書くことでこ気持ちが表現できるようになるといいのじゃないでしょうか。 嬉しいという言葉を使わずに嬉しかったを表現する、うんうん、良かったという言葉を使わずに良かったを描くうん楽しかったいいんですよ別に楽しかったって書いてもでも例えばこういう手紙が来たっていうことを書くだけで嬉しかった気持ちとか、うん、わあっていう気持ちは 通じるでしょう。意外とこういうこの、えー、そのことだけで何か言えてしまっているような言葉っていうのはね、意外と表さないことも多いんですよね。表さない。つまりその嬉しいって書いたから嬉しさが伝わるかっていうとそうでもないんですよ。<ー>楽しかったって言ったらその楽しかった一日が。 描けてるかっていうとそうでもなくて全然違う子犬が目の前を通り過ぎたっていう方がなんだかワクワクする感じがさあちょっとこれ例として良くないけどでもねそういうものなんですよへーとか思ってそこら辺が難しいんですけどねありがとうでもこの方は、はい、そのあんまりネガティブなことを書かないっていう決心もされているのでそれはとても素敵だと思います ありがとうございました、はい、では続いてですねあの、コトコトラジオを公開しているページにコメントを頂い,いておりましたので、実はあの初め、ここで紹介するのは初めてのことなんですけれども、はい、ご紹介いたしますすありがとうございます、はい、えまず、第7期の 6, 6回目のコトコトラジオにですねあの、ちょっと時間差なんですけれども、コメントいただきました。 お名前が分からないいので特命としててご紹介させていただきます、はい、寂しさや孤独を好きになってもいいという山本先生の言葉を聞いて自分の中に新鮮な風が吹いてくる,吹いてくるようでしたこの頃何もかもが停滞してしまって相談できる人もいないから絶望的だと思っていたのですが一人で散歩している中この言葉を思い出して こうやって一人で散歩できるのってなんて自由で気持ちのいいことなんだろうと思いました。そんな風に気づかせてくれてありがとうございますというコメントです。いやあ、ありがとうございます。<laughs> でも寂しいのも素敵ね。そうですね。うん、はい。エッセイを書く中でその寂しいという気持ちもまた一つの 風景というかそうかそですよね <laughs>、はい、だって寂しさを知らなかったら寂しさの反対側にあるものが何だっていうふうにはあの今ここでは言えないけれども反対側にあるっていうかそれと対極にあるような事柄は際立たないしねやっぱり大事だと思いますよ寂しさや孤独を大事に捉えるって。 嬉しいですねこのコメントありがとうございます、はい、ありがとうございました最後に第8期の1回目のことことラジオに寄せられたコメントですことことラジオを初めて聞きましたエッセイ講座の好評を聞くのだと構えていたのですがお話を聞くうちに肩の力が抜けて話に引き込まれて なるほどなあと思いながらも楽しんで聞いていました。次回も楽し次回も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これからもどうぞ引き続き。そう <laughs> 本当にお便りをお待ちしています。はい、そうですね。コメントもお待ちしています。はい。なんかたくさんいただいて嬉しいです。はい。ぜひありがとうございます。お待ちしております。 皆さんの作品を読ませていただいて、えー、2つちょっと聞いていただきたいなと思うことができました。一つはねあの世の中で盛んに言われるような言葉なんとなくこう流行でもありあの言葉の流行でもあり考え方の流行でもあるようなことあの例えば断捨離という言葉だったり推しという言葉だったり。 とか押し勝つっていうような言葉があるでしょう。それって世の中をよく表したまあ、上手についた名称なんですよどなたかがお付けになったのよね最初に、はい、だけどそれをそのまま作品の中で使うととってもこの感じがね、えー、その 世の中ののの中流行の方に、ね、皆さんん作品を引っ張っ張ちゃうんで,すよですから「断捨離」みたいなことを書きたかったらその事柄を自分がどう考えているかを書く方がいいのであってできれば「断捨離」っていう強い言葉は使わない方がいいように思います。推しっていうのもあの使って気持ち悪いということもないし。 間違っているということもさらにないんだけれどもその状態を自分はどう捉えているかっていうことを書かずにいきなり推しとか推し活とかっていうと自分の考えから、ね、離れていくんですですからこういう強い言葉だったり流行している言葉だったりみんなが盛んに言い交わしている言葉はこれ使うとどうかなっていう慎重な姿勢が大切になってくると思います。 禁止とかって言ってるわけではありません。ただ強い言葉を使うときは気をつけないと、そのイメージがあの思わぬ方に、えー、引っ張って、ちょっとね皆さんたちの考えから離れていくっていう可能性もあるんですよね。そこを考えてみてくださいませ。もう一つはね、お連れ合いのことの書き方です。えっと主人っていうのは もうううやめまししょっっていう話はしたんだっけ第8期でいたそのお話をしていただくのは初めてだと思いますあのうちの主人がって言ってらっしゃる方なんかどうして駄目なのっていうふうにあの思われるかもしれないんですけれどもえっとそうですねその主人っていう言語がちょっと誤解されやすいこともあったりえー 主人と「なんとか」みたいになってしまいがちということもあるので今はあのこれは使わないようにするとな,なかなか種類が入ってきて「夫」だったり「連れ合い」だったり「えー、連れ」って書く人もいますね。 あのいろんなもの見てみてくださいあこの書き方が一番私には合っているっていうようなちょっと主人っていうふうに書くのはあのやめておきましょうかっていうことを提案したいと思ってお話ししましたコスモさん書くん書くくときなてそうですね私は今は書くとしたら夫。おっと ですが、あの連れ合いはすごくいいニュアンスだなと思いながら今聞いておりました。うん、なんかね、あのなんなんかいいですよ。あ,らあの、なんかあのあだ名つけちゃったってね。あの、うん、夫、気味の君のことを書く。あのことが多い方はあだ名つけちゃってもいいと思うし。ほら田辺聖子さんのか、もかのおっちゃんみたいなさ。あ、あいうこともあってもいいんですけれども。 主人って書くと多分さっきのまたその強い言葉に引っ張られるっていうのと同じように「う主人なのかあなたの」っていうようなさそういう、まあ、ちょっと時代的なこともあってみんな盛んに主人「主人主人」って言ってたんだけどねうんどなたか「旦那」って書いてる方もあったねだから「工夫してください、はい、なんかあだ名つけちゃってもいいしあだ名素敵です,ね素敵ですよね。はい、私もちょっと考えてみよううん あのこれはその夫婦っていう問題だけではなくて、えー、いろんな場合にあの夫という人を持たない人でもお友達も持ってたり、ね、いろいろすると思うんですけれどもそのこともどういうふうに表現するかあと彼とか彼女っていう言い方ではなくて名前つけてあげるといいですよっていうお話もしたと思うんですけれども。はい いいいろいろに考えてみてみくださいこんなに登場が多いのに A さんとか売れるとさちょっと寂しいじゃないそうですね,ね、はい、だけど本当の名前を使うのはどうかってもし大お思いになるんでしたらかわいい仮名をつけて「カッコ仮名」って最初の書出につけておけばその後ずっとその名前が使えますし。一番初めにに出す時に小鳥さん はい、そしてあとはもう1さんで通すちょっとねその2つだけお話ししたり皆さんとご相談したかった感じでしたはいいありがとうございます、はい、流行っている言葉を使う時はその力に引っ張られがちなので気をつけてというところはすごくドキリとしながら聞いておりましたそうなんですよね ついついでも分かりやすいから、はい、いやはるめくの本誌でもその言葉を使っておられるることももあるんでですよ、はい、でもやっぱりねそのことと記事で取り上げることとエッセーを書くってことは少し違うことなのでやっぱり皆さんその自分で説明する自分でこの気持ちを表現するっていう時はむしろご自分で言葉作るぐらいの気概を持つっていうことが必要になってくるかもしれません。 確かにこの「推し」という言葉についてなんですけれどもいろいろな気持ちを持っている方がいらっしゃるなと思っていて、うん、恋愛に近い方気持ちを持っている方もいらっしゃるし、うん、かと思えばそういうことじゃない推しとしか言えないんだよっていう友人もいるんですけれども、うんうん、私は推しらしい推しがいないので、うん、その「推し」って でどんな気持ちなんだろうって逆にそのエッセイを通して教えてほしい知りたいなと思うのきっとそんな言葉が世の中にはたくさんあるんだろうなと今聞いていて思った次第です、うん、そうなんですよねでもちょっとわかるでしょ強い言葉に引っ張られると損をするっていうようなもっとご自分でなんか描けるはずなのにああ推しねって思われてしまうますよってその推しっていう説明をつかないで言ってるんですけど でも言葉の力ってそれだけ強いのでそしてそ,のそれに乗っかってしまうっていうのもさちょっとつまらなくもあるのよね。ですからそのあたりのことをこれからもご一緒に考えていきましょう。はるめくのウェブサイト 365では参加者が書いたエッセイから山本先生の選んだ作品を毎月掲載しています。今月の掲載作品は、梨岡千佐子さんのまる教師、横山敏子さんのおかずが踊るです。ぜひご覧くださいあそれからゴスボさんあのねあはい。 5回目に百字エッセイといいいうのを書いていただくんですよ、はい、これまであのお書きになったことのある方はあれねって今も思ってくださっていると思うんですけれども初めてお書きになる方のために、えー、っとこの作品をお返しする時の私からのお手紙にあのちょっとこう例文というか あとこんな感じで書くといいですよっていうことを書かせていただこうと思いますのでそれを参考になさってからお書きくださいあの楽しいよっていうふうに申し上げておきます、はい、きっとね日常がねちょっと楽しくなる感じだと思いますそして百、えー、字エッセイはあの参加してくださった方全員一編ずつ紹介させていただきますので

それでは今回のことことラジオはこちらで終了です最後までお聞きいただきありがとうございました山本先生ありがとうございましたありがとうございましたまたお会いする日までさようなら